楽観とは、落成漢式の略語で、書画を作成した際に制作時や記名、式語、詩文などを書き付けたもの、またその行為を言う。その文を漢期と言い、その時推す印象を楽観音と言う。漢修上、書名として大夏された陰影、または、書名に変えて大夏した陰影を指すことも多い。書名用の印そのものを楽観と称することもある。楽観の押された書、 ケシエンガンによると、本来学校は無感化絵に目立たないように記したが、元松の芸山あたりから、長文の歓喜が見られるようになり、ガニさんを盛んに寄せるようになると、そこに書と画の調和美が意識されるようになったという。日本でも、中国の影響で行われるようになり、古今著文集には、平安時代中期の画人、古世金忠が自作の屏風に、必ず署名したという逸話が記されている。 しかし、実際の作品を見ると、鎌倉時代以降に一般化したと見られ、これを作家の地位向上と独立を示す現象と見ることもできる。実際に落観を処するときは、画面で漢字の弱いところに記入して、全面を引き締めるという効果を狙うこともあり、落観の位置は一定の規則はない。ただし、追覆や一層の屏風では、二つ並べた。 才の画面両端の下方にそれぞれ記されるのが通例である。時代が下ると反対に明快な表現効果を狙って形式的な喚起をせず印象のみの楽観もしばしば見られる。通例、楽観は諸号、画号を処するが実名を処することもあり、号及び名を併記することもある。さらに、以階、職名、年齢、身分を上に被せることもあり、季節、年号、 えとを添える作例も参見される。某に依頼されたという趣旨を示すために、訓受職あるいは、雅職などと記す。先人の随に習って描く場合は、法などと付記する。署名という性質上、書体は、緊直な楷書で記されることが多いが、行書や、草書の例もある。筆者の加齢と共に書き慣れて、文字が崩れてくる傾向にあり、作品展開を考える手がかりとなりうる。 こうした情報は、その作家を研究する上で欠かすことのできない、基本的な情報であり、心眼鑑定でも参考にされる。しかし、印象のみあるいは歓喜のみの作品に、所有者の求めで後から、作家自身が歓喜や印象を記し直す場合もあり、落観や印象のみで、判断するのは危険である。また、印象は現在まで残っている例が少なくなく、もしこれが悪やる。 第三者の手に渡り、ある程度以上の質の作品に、正規の印象が押されてしまうと、作品自体は偽物だが印象は、本物という、鑑定が、極めて難しい岩作が出来上がってしまう。これは単なる想像ではなく、池大河の印象には全てはツインが付けられているのは、このような事態を防ぐためだと考えられる。ありがとうございます。